いや新しい牛丼は熟成させる工程を加えたということです早速いただきますうん、肉の味がしっかり出ていて食感も良くなったような気がします牛丼大手の吉野家は4月1日から牛丼並盛りの価格を現在の280円から20円値上げして300円とします消費増税分を上回る値上げ幅ですが 吉野家では玉ねぎを増量するほか牛肉の熟成度を上げよりうまみを出した牛丼にリニューアルするとしています牛丼は大手3社ともに280円でしたが消費増税に合わせ松屋が10円の値上げすき家が10円値下げと対応が分かれています